とても美しい花でしょ。まるで彼女のように。私はこれをずっと持っているの。これを見ると彼女の様子、笑顔、すべての人への愛を思い出せる。いらっしゃい、かわいいお客さん。君たちの前にいるのは100年に1人の天才、今世紀で最も偉大な魔術師。消えた人たちは星になって私を守ってくれてるってアポニアお母さんが言ってた。でもそんなの嫌、私もみんなと一緒に自分自身の夢を持ちたいの。